開いてる。なるほどね。これもしかしてバレないようにいけってことかな。あれ、そんなことない。ああ、やっぱり。いや、こんな近距離で、こんなの時のオカリナにもあったね。今じゃ。オッケー。なるほどね。しかし私はこっちに先に行きたいわけですよ。お、妖精さん。妖精さんは今はいらんな。いや、いいですね。剣ビーム。うわぁ！もう使えない。なるほどね。こっから入られる城に入ると。んー、でもまだ、なんかこう、見つかる危険が、あ、ないか、もう。宿してこれで3人に分身できるようになった？三人で押すところ結構あるからね、石。もう全然覚えてないよ。行くところまた増えるな。いや、行くところ増えるとやっぱり興奮してくるよね。剣に雫のエレメントの力を宿した。新たなエレメントの力を宿し、三人に分身できるようになった。のである。あ。二人に抑えることはできないの？いやあ、一人消えちゃうと二人とも消えちゃう。今までの洞窟をクリアするのが困難になるな、それは。いや、今までの洞窟も行かないけどさ。それもちゃんと考えて作られてるんだろうな。どこから入ってきたとか言われて。つまみ出される可能性が。あ、そもそも扉が開いていなかった。あ、なるほど、やっぱここ行ったことなかったか。何が待っているんだ。ピッコル、岩をどけてくださったのですね。もう外に出られないかと思ってました。壺。ん？真ん中に？なんだろう、気になる。これで貝殻だったらすごい嫌だけど。貝殻ー。貝殻かい。結局貝殻なんかい。そうだ、そういえばまだ取ってないハートのかけらあるんだな。あれもう取れるようになりました。これよ、ここここ。まだ無理っぽいな。うわ。そういうことかよ。いつでも来れたじゃん、じゃあ。探索してるときに。なーにそれ。もう、こういうのが嫌なんですよね。この自分の、ただ単に自分のこう、せいでね、探索の甘さが出てますね。本当に、発想力みたいなのはね、年々衰えてるなっていう感じはするよね。ここもなんか豆の木でしょ、多分。違うかな。あー、もう泳げる。そっか、もう泳げるから行けるとこ、多番大秘境の行けるとこ、非常に多くなったな、多分。あ、行かないで。頼もう。
かけらかい。かけらかい。しかし、ここから下に行けるようになったということで。おお、なんかある。何？迷路になってる。何？もう先奥行こう、もう。うわぁ、敵多いなぁ。あ、いいですね。思わず、あっと声が出てしまいますな。イエーイ。この小ささだよね。でもこのビュンビュンってやれてビームが体にチクッて当たったら蚊に刺されたかなって思うかもしれない。蚊に刺され。泳ぐとめちゃめちゃ移動速度速くなるのがいいね。やっぱり基本的に水の中にいると動きが鈍重になるっていうのがお決まりだけど、このゼルダの伝説が非常に速くていい。そうか、ここどうやって来るのかなって思ってたけど、またかけら、幸せなかけらで来るとこだったんだね。ん？そうか、あ、で、ここも空いていると。来た。まだいんの。剣技とは気合いぞよ。私はハイラル1か2の剣の使い手ゴロ。関係ねえ人来た。我が道場で修行すれば瞬く間にお主の剣技に変化が現れる。全く関係ない人じゃん。今よりももっと素早く。おお、それはありがたい。静かに目を閉じて剣にすごい速さで力を貯める様子をイメージ。回転、ムフ。おお、嘘ではない、まことぞよ。やった。何かを掲げている。回転切りにためスピードアップ。おお、いいじゃない。確かに早いかも。かもっていうか、そうなんだろう、うん、多分。やったー。いや、こんなところに住んでる。もうマジで、霞食って生きてんじゃない。もう、鉄心さんたちは。まあ、この人、五郎さんだったけど。五郎さん全く関係ないもんなって。五郎って、もう行けるとこないかな。いやー、多番隊秘境めちゃくちゃ収穫ありましたね。あとなんかある？あ、そうだ、ここ行ってないんだ。ここね。おー、もういきなりハートのかけらなの。やった。あとここね。そう、ようやくね、この炎のクンテラ。あなた誰ですか？おお、敵やん。え？あらら、バレたも。みんなには内緒だも。え？え？え？あら、リンクちゃん、あなたのおかげでやっと家に入ることができたわ。ずいぶん部屋の様子が変わっちゃったけど、これはこれでいいかもって思ってるわ。今の感謝の気持ちを歌にするわね。やっと入れた。お家の中は一人ぼっちのお家になってた。胸の中がずっと痛いけど、ただこの気持ちあなたにもありがとう。おー、だって気持ち悪いもん。100個。めっちゃ手に入るな、もう貝殻は。何だったのよ結局。お、そんなこともできるんだ。ぼ、ぼ、うわー、
快適、快適すぎる。うわマジ、うわ。でもなんかアイテムとかなさそう、出てこなさそう、これでやっちゃうと。ただただ道を開けるためだけのやつだなこれ、完全にアイテム一切出ないな。そういえば人が3つで開く場所があったな。どこだったかな、ここら辺にあった気がするんだよね。ここだ、人が3つで開く場所、ここここ。来ましたね。あ、こっから行くのかな、もしかして。ぽいな。こう正規ルートなのでは？ここが、順路。順路！あー。なるほど。見えてた場所ここか。うわ、絶対ここだ。ひひひ、どうじゃ、リンク。すぐに来てくれじゃろ。泣き叫びたいじゃろ。わしはもちろんヘッチラじゃよ。いや、まあ、わしがいるから安心じゃな、とか言ってよ。ね。そしたらね、そうですね。そうですね。って言うのにね。はい、というところでね、今回はこの辺にしたいと思います。いやー、進んだな。しかも行けるところもいっぱい増えて、非常にね、いいですね。あ、そうだ。なんか一個、氷溶かすところなんかあったな。水かき手に入れた場所だ。行こう。ちょっと次回忘れちゃう、これは絶対。今思い出したら今行きましょうよ。あ、そうだ、あとここもだ。ちょっと行けるところまだまだ。あら、リンク君、久しぶり、訪ねてくれて嬉しいざます。あれが校長、真ん中にある銅像が。お、いいね。弁当食ってる。もぐもぐ早く食べないと昼休み終わっちゃう。だ、僕らいつも食べるの遅いんだ。なんでだろうね、もぐもぐ。双子？え？色違いの先生が。違う違う違う。あ、ここは出てこない。今、お昼休みざます。よく遊ぶ、遊び、よく学ぶざます。なる。教鞭を、取っている先生は怖いですよ。毎日水あげなきゃね。いいやつ。昼休みに花壇の手入れするとか。走ると食べ物出ちゃう。ダメダメ。出しちゃダメ。怒られますよ。ん？かけらー。あ、1,2,3、4人分必要なんだ、ここ。次のエレメント手に入れてこないと。ん、割とすぐ来たね、すぐに来たね。見どころがあるね、君。ん、おお、いない。プチッ。どういうこと？みんなここには気づかないのにみたいな。まあね、この画面の中にね、この右下の穴しか収まってなかったら、右下しかないかなーみたいには思うよね。こっちからすぐに行けんのか。ナイスナイス。こっちよ。ね。これこれ。貝殻かーい。
もう一番残念なパターンだな、貝殻なの。はい、と言いますところで今回はこの辺にしたいと思います。雫の神殿クリアしまして、まあ本当にね、カンテラも手に入れ、まあ水かきは前回ですけれども手に入れていくところも増えて、本当にね、でもまあ終盤に向かってるっていうところでちょっと寂しい気もしますけれども、まだまだでもね、空いてないマップとかもありますし、今度は王家の墓に行くというところで、まだまだ楽しめるゼルダの伝説不思議の帽子見ていただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ他の動画も見ていただければと思います。またねー。